イカダモは淡水に住む緑草の一種である。複数の細胞が一列に連なった定数群体を形成しており、その形状をイカダに見立ててこの名が付けられた。水田や池、沼などに広く見られるほか、土壌にも生息する。群体は勲章もほど大型ではないが、運動性がなく観察しやすいことから教材としても用いられる。2000年に、 イカダモ族は改変されており、イカダモと呼ばれている、種の大半はすでにイカダモ族ではない。特に、軍隊の両端の細胞が、弓なりの棘を持つ、典型的な形状の種は、デスモデスムス族へ移された。したがって2008年現在、イカダモの名はこれらの族に含まれる、種の総称となっている。複数の細胞が、定数軍隊を形成する。細胞数は二 n であり、 4から8細胞の軍隊がよく見られる。N イコール0、つまり、軍隊を形成しない、単細胞の個体も稀に出現する。4軍隊の全長は、普通数十マイクロメートル。イカダモ属では、細胞が1列ないしは交互に2列並んだ軍隊を、作る。デスモデスムス属の軍隊は、細胞が直列に配列し、軍隊の両端の細胞は時に発達した棘を持つ。 細胞が二列になることは稀である。いずれの属も細胞は細胞壁で接着し、互いの位置は変化しない。また、細胞が多等を分泌して、軍隊全体が寒天室に包まれることがある。軍隊を構成する細胞は弁毛を持たず、運動性はない。イカダモ属の細胞は楕円型から餃子型、弓型である。細胞壁は勲章もと同様に二層性で、内側は セルロース繊維、外側はスポロポレニン製である。デスモデスムス属も細胞壁の構造は同じであるが、軍隊形状の違いにより、個々の細胞形状が微妙に異なる。また、デスモデスムス属は、細胞壁の表面に様々な形状の凹凸を持つ。この構造は、光学顕微鏡では見えず、観察には操作型電子顕微鏡が必要である。 両族とも、細胞核は、通常一つ、成熟した個体では多角である。細胞内には、葉緑体を一つ持ち、細胞膜に沿うように配置されている。含まれる光合成色素は、クロロフィル A、B である。葉緑体内にはピレノイドがあり、その周焉には、一般的な緑層と同様に、α1 から4グルカンが蓄積されており、明瞭なでんぷん症を形成している。 生殖過程は、イカダモ族とデスモデスムス族で共通であり、いずれも無性生殖と有性生殖の両方が知られる。無性生殖時には、各細胞が細胞壁内で細胞分裂を行い、娘細胞を生じる。この娘細胞群が親細胞から離れて配列し、新たな軍隊を形成する。有性生殖の際には、配偶子が形成され、 同型配偶施設合を行う。ただし詳細な過程は分かっていない。前述の通り、イカダマの分類体系は2000年に大きく変更された。もともとデスモデスムスは1926年にイカダモ族のア族として設立されたものであったが、2000年のヘジボルドラの論文によって別族として分離された。同時に、それまでイカダモ族であった。 種の大部分がデスモデスムス属に移された。両者は分子系統解析及び細胞や軍隊の形態に基づいて分類されているが、イカダモの仲間は属内変異や種内変異が大きく、形状のみを頼りに同定することは難しい。またイカダモ属のうち、細胞が大きく湾曲した弓形の種は、さらにアクトデスムス属として別属に分類される場合もある。 セニーデズモスアキマネタスデズマズマスブラジリンシス上、セニーデズモス SP 中下、デズマズマスクワドラコンダ化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の第4条第1項の規定に基づく新規化学物質の審査では生物への影響調査が要求されているが、これに関する経済協力開発機構のガイドラインにおいて、 イカダモの一種であるデズマズマスサブスポケイテスの使用が許可されている。一般にイカダモは培養が容易で増殖速度が大きいことから水中の過剰な栄養塩の除去や養殖炭水魚の餌としても利用されている。OECD テストガイドライン改定に伴う化学物質審査規制法に係る総類成長阻害試験法の改正について 平成18年11月20日 PDF アベイラブル。ありがとうございます。